レディ・メアリー・ライゴンは、イギリスの貴族女性、ソーシャライト、メイミーの愛称で知られた。結婚によりロマノフ家の一員となった。第七代、ビーチャム伯爵、ウィリアム・ライゴンとその妻の伯爵夫人、レティスの間の、第五子として生まれた。メアリーと姉妹たちは揃って、超新金髪壁眼の美人で、貴族社交界では、ビーチャム美人姉妹と呼ばれて、有名だった。 1930年6月、イギリス王ジョージ5世の4男ジョージ王子と交際を、はじめ、王子との婚約の準備が進められていた。しかし、翌1931年、王子の第二代ウェストミンスター公爵ヒューグ・ローブナーが、義兄である父ビーチャム博の同性愛をアウティングしたことが大スキャンダルに発展したため、演壇は破断となる。両親の社会的威信は地に落ち、 父は、国外での陰遁生活を強いられ、家族から疎まれた母は家を追い出され、弟ウェストミンスター公爵の領地に去ったため、メアリーら三人の未婚の令状が、伯爵家の本拠マドレスフィールドコートの上官を切り盛りすることになった。この時期、メアリーは、作家イーブリン・ウォートの長年にわたる友情を育んだ。ウォーの代表作、階層のブライズ・ヘッドのヒロイン、レディ。 ジュリア・フライトの人物像は、メアリーをモデルにしたものと言われている。1939年2月1日、亡命ロシア皇族の一人、フセボロド・ヨアノビチ公と婚約した。同年5月31日、ロンドン・チェルシーの結婚記録登記書で二人の承認、及び、ロシア政教会主催の出席の元民事婚を行った。翌日6月1日に、 バッキンガム宮殿通りに立つロシア正教の教会堂で宗教婚が挙行された。ロシア提出課長、ウラジーミル・キリロビチ大公は、フセボロド公の誓願に応じて、メアリーにロマノフスキー・パブロフ公爵夫人の称号と、秘殿下の継承を名乗る資格を認めた。第二次世界大戦中、メアリーは、パブロフスキー公爵夫人団という赤十字社の軍団の団長を務めた。 また、フセボロドコがユーゴスラビア王ペータル二世のいとこにあたる関係から、公爵夫妻は頻繁にユーゴスラビア王国の外交官たちと交際した。子供のいない夫妻はペキニーズの飼い犬たちを子供の代わりに可愛がった。夫婦仲は1950年代に入ると険悪になった。夫婦はどちらも大酒飲みだったが、メアリーにはアルコール依存症の兆候が現れ始めた。 フセボロド公は、メアリーの財産を浪費し尽くし、夫婦仲は1952年までに完全に冷え切り、家庭内別居状態となった。公爵夫妻は、ホブに転居するが、フセボロドは1953年の年末に家を出て、正式に別居した。メアリーの精神状態は、翌1954年には、急速に悪化した。夫妻は1956年2月に離婚し、 翌1957年、メアリーは、パブロフスキー公爵夫人の肩書きを排して救世に、戻った。再婚せず、アルコール依存からも抜け出せないまま、余生を愛犬に囲まれて暮らした。クリストファー、ハドソン、マーキーリアリティビハインドを、エスバイルボディーズ、ザ・デリー・メール、mail, h t t p w w d e l ー m a i l c o u k h o m e b o o k s アーティクル -121517 マーキーリアリティーワズワイルボディーズマットワールドバイポロバーン HTML 2012年12月27日閲覧バーンポールセックススキャンダルビハインドブライズヘトリビジティット the times, http://entertainment.timesonline.co.uk スラッシュトールスラッシュアーツエンターテインメントブックスブックエキスアーティクル 6788504ease2012 年12月27日閲覧カッピングジャスパーリビジティングザリアリティオブブライズヘッド,エッド S セバスチャン The Telegraph, http://www.telegraph, coo, uk, news, you news, 1976,152, ブライズヘッドリビジテットウェアイブリンウォー、ファウンドインスピレーションーセバスチャンフライト、html2012 年12月27日、閲覧、ab ホール、コリン、レディ、メアリーザ、パウパープリンス、 ロイヤリティダイジェストクオータリー、ありがとうございます。